森保一監督が率いる日本代表は現地時間9月7日、2026年北中米ワールドカップ W 杯アジア最終予選の第2戦バーレーン戦へ向けトレーニングを再開させた。6日に現地入り、翌日からピッチで感触を確かめた中、バーレーンは18時時点でも蒸し暑さが残る気候となっていた。お昼には40度近くの猛暑となるバーレーンは、 湿気もあり蒸すような暑さに。練習が始まる18時頃には体感30度前後まで落ち着くものの、湿度70%超えの厳しい環境だ。選手たちがプレーする最中、頻繁にコーチ陣が水分補給を呼びかけていた。普段オランダ一部フェイエノールトでプレーする FW 上田綾瀬は、暑いです、笑。暑いし、動かなくても暑い。 僕らヨーロッパから来た選手も多いですし、そもそも日本がめちゃくちゃ暑いんで、こっちに来て日本が暑いんで、もうこっちなんかなおさら暑いし、僕にとっては全く違う気温湿度、と環境について率直な感想を漏らす。MF 中村啓とスタッドランス、も、暑さ、結構ガラいスすねと実感を話した。実際少し動くだけでもまとわりつくような湿度。 DF 町田広樹、ユニオンサンジローアーズ、も、風もなんかぬるい感じで。けど、やっぱ日没すぎるとちょっと下がった感じはしますねと環境に触れたが、チームとしてサウナで暑さ対策をしたりとかはしてます。もちろんこっち来てからもですけど、東京にいた時からと特殊な気候に順応するため色々工夫を凝らしていることも明かしている。 アウェイ決戦で一つ日本の懸念点となる気候の問題。現地時間10日のキックオフは19時となる中、選手たちも中東の暑さという敵にも立ち向かわねばならない。